皆さんこんにちは、神谷絵里でございます。今日も始まりました関まりこ物語、お呼びしたいと思います。まりちゃんです。こんにちは。こんにちは、ま、慣れてきたね、ずいぶんね。サクサクとね、サクサクと進みます。そうですね、はい、はい、なんか前回はなんかいろいろと昔のパイナップルプリンセス時代の旅の話なんかもお聞きしたんですけれども、はい、なんかほらセットリストについてとかね、こういろいろお聞きしたりとかしたんですけど、私すごい常々思ってたのは、はい、なんかきっかけがあってスティールギターをこう始めて、はい、でいろんなスティールギタープレイヤーとかこう、はい、作品に合うわけじゃないですか、はい、なんかもうこの曲のこれ、この人のこれがすごいいいのよみたいなのがあったら、今日はそれをご紹介していただく動画にしようかなと思ってるんですけど、はい、ぜひ聞いていただきたいんです、はい、私が自分の一番大好きなお箱としておりますヒロマーチ、うんうん、この曲は昔々ジュールス・アーシーというハワイアンの、うんうんうん、ハワイのスティールギタープレイヤーが、はい、ハワイコールズ全盛の頃に弾かれた LP レコードを聴きまして、すっかりその音色にしびれたんですね、うんうんうん、で私日本のダンスホールで日本のバンドの人たちが弾くスティールギターを聴いて、うん、なんとなく嫌いではなかったんですけど、こういう音なのかなと思って聴いてたのが、後になって考えたら皆さんバッキーさんコピーだったり、うん、おっぱちさんコピーだったりしたわけですね、うん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 、ところがやっぱりその向こうの本場のハワイアンを聴きましたらば、うん、まず音色が違うんですね。うんうんうん、音色がどんな感じに違いました？例えば、海外のアーティストはすごくふくよかだけど、日本人はペラペラしてたとかキンキンしてたとか、そういうことですか？スティールギターがジュールス・アーシーに限って言えば、はい、ちょっとなんていうの、温かみのある割と太めの音、うんうん、キンキンしてないんです全然。うん、ふわーんとこうね、なんとも言えない心地よい音色でね、うんうん、特に、あ、すみません、ちょっとマリちゃんちょっと待っててもらえますか、はいはい、ちょっとお届け物が来ちゃったんです、はい、すみません、はい、皆様ちょっとお待ちください。いやいや、すいません、今ね隣のお宅が沖縄行ったんですって旅行に、うん、それでチンスコーのお土産をね届けてくださったんです。それはピンポンでした、すいません、失礼いたしました、はいはい、で何の話してましたっけね、プレイヤーの話です、でした、でした、ジュルサーズです。そう、音色がだからふくよかだったっていうね、ふくよかな、もういい音だったんですよ。それでね、はい、全然なんていうの、こうひねった弾き方をしてないんですね。実にこうさらりとさりげなくスイッといっちゃったっていう感じで、スティールヒロマーチが一曲仕上がってるんですよ。それでそのバックにねまたそのギターが入ってるんですけど、そのギターがまたね巧みでね、嫌味のないね、うんうん、絡みで入ってくるんですよ、うんうん、もう本当に素敵でね、それを私は自分でそれを聴きながら E7 のチューニングのスティールギターにそれを自分でポジションを探しながら仕上げていったんです。え、じゃあ違うキーだったってことですか？チューニングが違うのかな？ジュルス・アーシーはG で始まって、それで途中ハーモニクスになると E になるんですけど、はい、私は A で弾いて、あ、高いんですね、 E にしてまた A に戻るっていうスタイルでやったんですけど、偉いでしょ、私誰にもそのヒロマーチのことを教わらないでレコードを何度も聞いて、この辺かな、こうかな、こうかなって言うんで、私和音に関しては割合と分かるって言ったら変ですけれども、うん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 、コード関係のことは割とこう、うん、よく分かっていたんで、和音を間違えて捉えるってことはなくって、うんうんうん、それでそのヒロマーチを仕上げたんですね、うんうんうん、そうしましたらば後々その自分のバンドで一緒にやるようになってからもずっとそのスタイルで弾き続けていて、うんうん、自分で幼いとか出来が悪いとかって思わないでずっとそれ弾いてたの、うん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 、だからそれでもう一応なんていうのかしら、
出来上がってたんでしょうね、その曲が。パイナップルプリンセス時代からその曲を弾いてたってことですか？パイナップルを結成する以前にブルースカイの楽屋裏でヒロマーチを一生懸命練習してたの、自分で。あ、そうだったんですね。それをだからバンドができた時にその曲を弾き出したんですけれども、ずいぶん長年、何十年経ってから それと同じことを弾いて、あら、私ってまだこうやって弾いてたんだわと思って、それで自分 のアルバムを作るときにちょっと途中をめんどくさい弾き方に変えて。あ、そうなんですね。だから一番最初に弾いてた時のはタブ譜にあるヒロマーチで、私 のアルバムにあるヒロマーチはそこからまたちょっとひねりした部分がありまして。あ、そうなんですね。それでそれをレコーディングしたということなんです。でその他にはあとオランダのね、はい、スティールギターさん、オランダって言ってもオランダ国籍のインドネシア人だと思うんですけど、あの頃はインドネシアって植民地だったでしょ。そうですね。そのインドネシアのルディ・ワイラタさんっていう人が、あれは多分6弦のスティールギターで弾いてたと思うんですけど、その方もやっぱり割と出てくる音がキンキンじゃなくて割と太めの柔らかいいい音で、それなおかつオープンの奏法もうまいし、ハーモニクスもうまいし、すごく私その方 の演奏に惚れ込んで、盛んにその同じ曲をトライしましたね。ああ、そうなんだ。よくこの動画にコメントをくださる方いらっしゃるじゃないですか。いらっしゃる、いらっしゃる。その方のなんかコメントにもこの名前出てきましたよね。だからね、よくねそういうのご存知の方がいらしてね、私別にルディのねそっくりさんで真似したわけじゃないんですけど、やっぱりここおいしいなっていうところはしっちゃかりいただいて曲を仕上げてるんで、聴く人が聴くと、あ、これルディのスタイルだなっていうのが分かると思うんですけど、またそれを分かる方がね YouTube で聴いててくださるっていうのがまたね、私にとっては非常に嬉しいわけですよ。全然何も分かんない人よりもね。でまたその方はいろいろ詳しくてね、プレイヤーのこともそうですし、まあご自身もね学生時代からこうやってらっしゃってことなんですけど、だからねそういう方がねやっぱり熱心にずっと引き続き、はい、YouTube をね見てくださってるっていうのは、この場を借りてお礼申し上げます。いつもありがとうございます。そう、でも皆さんね、いつもごコメントいただいてるお返事は本当にマリちゃんの言葉をそのままね、文章にしてお答えしておりますので、時間がかかっても必ずお返事させていただいて、ね、数がまだお返事できる数なので、ね、全然ありがたく思っております。はい、ありがとうございます。本当に、まあ、でもそういうなんか海外の方の、まだいるのよ。たびたび出てまいりますジェリーバードさん、ジェリーバードさん、ね、あの方はまたね、全然ね、タイプが違うの、でそのチューニングもそうなんですけれどもね、あの方はどっちかっていうとキンキンスタイルなの、音が。あ、そうなんですね。甘く柔らかいっていう音じゃなくて、割とシャープな音色で弾かれる方 でなんか使ってる楽器もなんかちょっとスチール製のものを、スチール製というか木じゃなかったりとか、私に言わせれば音色をあんまりこだわらない方だったのかなと勝手に思ってるんです。というのはね、カノープスの同じダブルネックでも、カノープスのよりもでもショーバット使ってたんだ、あの人。ジェリーバードはショーバットのダブルネックを使っていたんだわ、ペダルじゃなくてね、それで、ショーバットってペダルスティール以外にも作ってたんですか？あったんですね。へー、彼はジェリーはそれを使って、で割合とシャープな音って言ったら木と聞きがいいけど、私に言わせればなんかちょっとシャリンっていうような音で弾いて、でも私彼をものすごく尊敬してるのは、一つの曲の仕上げ方がとても完璧なのね。行き当たりばったりじゃないの。
ちゃんと計算し尽くされて、ここのフレーズはこう来て、こう来たらこのコードに行ったらこういう風にしようとかっていうね、それがちゃんとねこちらに伝わってくるような曲の仕上げ方をなさっていて、うん、そうなんですね。でやっぱりあの教えるってことをとても大事に思ってらした方だから、だからあのジェリーは神谷にも教えなさいよってことをあの進言してくださったんだと思うけど、やっぱり後継者を育てるっていうことにとても情熱を持っていらした方だと思うの。だから私なんかもホーラーレアで何度かご一緒したんですけど、裏でちょっと試し弾きなんかこう練習してるとね、あの別に教えてくださいって言わないのに、ここのとこはこういうふうにするといい音になるんだよとかっていう、そのねちょっとしたコツをね習ってきましたの。あ、そうなんですね。でそれは私やっぱりせっかく教わったことだから、私の生徒さんにもあのその辺をちょっとこういうふうに弾くのよって、私ケチじゃないからさ全部教えてあげちゃうのね。でもやっぱりジェリーはそういうところ本当にあの偉かったなと思うの、ね。その自分がプレイヤーとしてっていうだけじゃなくて、やっぱりそのなんか音楽業界というか、そういうことの全体をこう見ている方って、その業界その業界何人かはいるんですよね。そうですね、あの映画界の中にも、なんかそれこそほら真田広之さんがハリウッドの映画にあのラストサムライでお出になった時に、そのお話をね聞かせていただいた時に、あ、もうこの人はもう役者ではないな、俳優だけにとどまらず、本当にあの一人の映画人として、うん、なんかどういう風に今後素晴らしい映画がこう発展していく、日本の例えば映画界がどうやったら世界に進出できるかとかっていうところまでを見据えてのなんかこう行動だったりとかっていうことをやっぱ聞くと、やっぱその世界その世界にやっぱりそういう、そうですそうです、人物っていますよね。います。大谷翔平、あ、ね、彼はあの WBC で本当になんていうのか、その野球のそのものの楽しさとかあの素晴らしさっていうものを本当に自分の体をでもって表現して、なおかつあの人の素晴らしかったのは、あの決勝戦の時にみんなを集めてコメントするあの名台詞、今日だけ一日皆さん憧れるのはやめましょうって言って、あれね有名になったけど、やっぱりね憧れただけじゃねやっぱり追いつかない、やっぱり自分たちは何としてでも勝つんだっていうことでね、その有名な選手のことをちょっとこっち置いといて精一杯やって、それであのドラマチックな決勝戦になったわけでしょう。私ああいうの見てるとね、音楽も野球も同じですよ、ね、みんな同じだなと思うの。それでやっぱりそれでもって ね、あの野球人口をなんとかまた掘り起こして増やそうっていう、そういう思いがね伝わってくるのよ。本当そうですよね、だから私も本当に及ばずながらスティールギターを細々と弾きながら、一人でも興味を持ってくださって、この素敵な音色の楽器をなくなってしまわないようになんとか続けたいなっていうのが私の願いです。そうですよね、でもそのためにもねこの YouTube は本当にいいと思いますよ ね、残ってきますからね。便利なものができたわよ ね、 そうですね。昔だったら本当にめんどくさいね、レコーディングスタジオ借りてそこで CD を作って、そうなんですよ、うんかんんってやって手間暇かけて ね、そういうことしなくてもでちゃんと記録に残っていくわけでしょ、 YouTube っていうのは。いやでもねやっぱりこれってコロナ禍にならなかったら私始めてなかったんじゃないかなと思うんですよね。コロナさん、ありがとう本当になんかそのなんか今この YouTube を作るにあたってなんか揃えた機材っていうのはそのコロナ禍で発売されたものでは全然なくて、その前からあったもの、つまりコロナにならなかった、ならなくてももっと前からやろうと思えばできたことだったと思うんですけど、
やっぱりそれがなんかそのコロナ禍によって、あ、じゃあちょっと家でできることなんかないだろうかっていうふうに、みんながなんか模索し始めて、あの生活が変わってったっていう方で、私たちだけじゃなくてやっぱりいると思うんですよね。こうやってなんかもうレコーディングスタジオのような音でなんかスティールギターを撮ってみようみたいなことも私多分考えなかったと思うんですよね。だからそういう意味ではね、本当にあの感謝する機会だったなって。そうですね、だからやっぱりなんか人間っていうのはなんかきっかけとか ね、 そうですね、追い詰められてとかね、なんかそういうのがあるとまたそこからそこをあの打ち破って新しいことに挑戦するっていう。そうですね、私そういう風になりたいのに、はい、今なかなかそういう風にならないんだわね。いやいやいや、もうね、夢を諦めず、今日はこのあたりにさせていただいて、はい、大谷選手の、はい、貢献とその将来について、そう、私大好きよ大谷君ありがとうございます。